Go. I'm
Are you ready? Go!
find a new rival. Welcome to the world of Street Fighter 3. Yeah, I'm awake. The world of Battle. The fight is ready. Engage. Strike.
Now! Now, find a new rival. Welcome to the world of Jesus. I got it, yeah. Prepare for battle. Fighters ready. Engage. Thank you.
Now, find a new rival. Welcome to the world of Keyblade Crisis. Prepare for battle. Thank you.
Hello, everyone. What's up? ということで、JP がケバブ買いに行っているので、ちょっとお待ちください。あ、お疲れ様です。今日人が少なかったんで、まあサブキャラで JP と遊んでました。で、JP が今ケバブを買いに行ってるか食べてくるかわかんないんですが、まあちょっとケバブ屋に行ってるので、ちょっとお待ちくださいって感じです。まあショートブレイクタイムだと思っていただけるといいんじゃないでしょうか。やっぱヤン強いっすね。ちょっとお茶買ってきます。さあ、今日は人が来るんでしょうか、わかんないですが、実はそのいつもやってるフライデートーナメントで使ってる黒ペンがもう寿命っぽかったんで変えて、さあ今日一発目だと思って新しい、ね、ペンを用意して待ってるんですが、果たして人は来るのかという。ライアンは来る気はするんですが、まあ、でもどっちにしろライアン、JP、荒木っていうある種いつものメンバーでいいのかなっていう感じになっちゃいます。もうここまで来るとあれっすね、今日ははーい、サンキューフォーウォッチン、あれっすね、ライアンが来たらの過程ですが、ライアンと JP の10先予報みたいです。どっちかっていうと僕は傍観者で見てる方がいいかなってなっちゃいますね、その3人だったら。さあ、 JP はいつケバブ帰ってくる。まあそうっすね、先週中四国行ってたんでってのもあるし、もしかしたらその金曜帝の方に行ってるのかもしれないですね。あっちの方もそこそこ人数がいるらしいので、まあ、わかんないです。今日はその中四国行ってるっていうその疲れがみんな出てたらわかんないですが、まあまあうちは細く長くねやっていく感じになるんじゃないですかね、きっと。まあこれも英語で言えって話ですが、英語で言える気がしないです。まあまったりやりましょう。
かしヤンの歩きは強い。あ、お疲れ様です。っていうかこれ同じあれですよ、両方とも狂乱さんです。わさびさんとかは金曜の帝に行ってるみたいですね。わさびさん、米さんあたりはだいたい金曜帝ぐらいかなに行ってるイメージですね。わさびさん、米さん、富樫さんあたりですか。ああ、そういうのがあるんですね。なるほど。まあね、一応避難赤を持っとくのはね大事ですよね。何があるか分かんない、こんな世の中だからなんちゃらみたいな。ああ、 BBK さんも帝行ってるんだ。ってことはあれですね、シャボテンさんとかも帝行ってるんですかね。まあ衛星が流行っているのはいいことです。まあ行ってない僕が言うのもあれですが、たまにキューブ来てくれたら嬉しいですね。金曜帝はそういえば配信はしてないですよね。環境はありそうだけど、あれか、打芸の大会とかがあったりするとかぶってできないのかな。よろしくお願いします。お待ちしてます。僕が頑張ってヤンで踏み込みます。ヤンの歩きは強いっすよ、本当に最強っす。あれ、いらっしゃるとしたら、あれか、冬は厳しいんですもんね、確かに。うん、まあまあ、来れるタイミングでいらっしゃってください。どうせキューブはのんびりまったり回転してます。いつもの光景。ああ、2月か。まあそうっすよね、雪とかやばいっすもんね。そうか、もうすぐ冬なんですね。寒そう。夏は、今年の夏はやっぱ暑くてみんなヒーヒー言ってましたが、まあ冬は冬で結局みんなね
ひいひいいますよ。ほどほど、ほどほどだったらなぁ。おう、2ヶ月おき、マジっすか。やる気ぜ。ぜひ、ニュートンの方の、ニュートンの方でもビギナーズあるので、そっちにも顔を出せたらいいです。いいですね。あれですもんね、毎月の月始めか。第2日曜日ですもんね。そのあたりに取れたらいいなっていう。感じですね。2ヶ月おき。なんならね、カリオは一時期毎月来てましたよ、あいつあれはやばかった。今月は中四国があるっていうんで来なかったんですが、来月ワンチャンあいつ来るのかな。どうなんですかね。頑張って優勝しましょう。ぜひ優勝して卒業しましょう。そうか、あと半年後ぐらいになるのかな。お待ちしてます。2月、まあマシ、マシなのか。なかなかやばいな。タイミングがあったらね、スチームとかで対戦もありえますから、ね、あー、なかなかその時期がタイミングがやばいっすね。まあね、お仕事の、まあ、業界にもそういうのよりますからね。
そうですよね、そちらの方は。なんか世界でもトップクラスのね、積雪量っすもんね。まあ普段降らない人からするとちょっと見たいって気がしないでもないですが、でも普段から降られてるときつそう。冬はほどほどがありがたいっすね。マイナス10度はやばい。北海道とかはあるんですけど、そちらの方は実は行ったことないんですよ。なかなかね、用事というかなくて行けてないんですが、なんだっけ、あの北海道の流氷館とか行って、そこもすごい寒かった記憶はあります。なんか濡れたタオルを振り回すと凍るやつ。なかなかね、果たして JP はいつ帰ってくるのか。このまま僕の雑談で終わるのは結構嫌なんですが、わお、なかなかイカれてる世界だな。あれっすね、なんだっけ、あれ、あずきバーが出て鉄鋼弾止めれるやつですね。やばい世界だ。まあ、このまま JP 待っててもあれなんで、軽く CPU 戦してきます。果たして人は来るのか。Welcome to
Yeah.
sure that you win the battle. Go for it. Okay.
Battle. Go!
あ、ということでお疲れ様です。 JP 待ってたんですが、 JP が給油をできたってことで帰っちゃったみたいなので、僕一人しかいないので配信はまあ今日は以上になるかなと思います。ごめんなさい、ずっと長々僕のね、よくわかんない CPU セルが流しちゃってすいませんでした。で、次の配信ですが、しょうがない、まあね、みんな雨降ってましたしね、みんな余計出ませんからね。ってことで次の配信日ですが、明日は多分誰も来ないと思います。僕も余裕があったらニュートン行こうかなとは思っているので、多分明日は配信なくて、余裕があったら日曜の早い時間に来て、まあサードやろうかなとは思ってます。まああくまで誰が来ればっていう前提ですが、なので次の配信日は24日か、まあ、また1週間後になっちゃいますね。29とかになっちゃいますかね。ちょっと来週の平日はどうかな、わかんない。水曜日がヴァンパイアのフリープレイの日なので、まあほぼ配信もなくて、で火曜日は僕が用事があるので多分来れないので、できて25か28か29なんですが、そろそろ床屋に行こうと思っているので、まあ多分できて25か28どっちかだと思います。すいません、何にも決まんないです。まあ気長にお待ちください。すいません、今日はダラダラとすいませんでした。ありがとうございます。一応来るときにはほぼ雨は止んでたので、まあ雨降ってどうこうはないと思うんですが、自転車で帰るので滑って転んだりはだけは気をつけて帰りたいなと思ってます。そんなもんかな。まあそういう日もあるさということで、多めに見ていただけたら。ってことで、いつものもん、コメントをチャット欄に流すので、そしたら配信終わります。なんか隣の台で対戦が始まったんですけど、ワンチャン誰が来たかと思ってちょっと確認します。ごめんなさい、対戦じゃなかったです、ただ CPU 戦でした。まあまああの感じは入ってもあれそうなんで、あれなので、いつもの宣伝文句を流して今日は終わろうと思います。
ああということで申し訳ないですが終わろうと思います。ということでじゃあお疲れ様です。バイバイ。 See you next stream.